はい、ここはどこですか？波の上宮。あ、これ有名なとこだな、これ。これ、違う、対馬丸の。知ってる？対馬丸の犠牲者。もちろん知ってますよ。ね、あの潜水艦で撃たれちゃって、子供が沈んじゃったやつ。これの慰霊碑がこちら側に、なんと慰霊碑がありますが、慰霊碑の横にですね、お寺護国寺があり、そして私たちが今日目的は実は言うとここの、神社波の上宮なのかな、波の上宮ですね。あ、合ってますね。この上にも駐車場があるんだね、一応。あ、それで、うん、今日は実を言うと、あ、こんにちは、2月1日で、旧暦で2022年はですね、今日お正月なんだね、はい、旧正月なので、金が新年って書いてる。あ、本当だ。あの、お参りに来ている方がですね、非常に多い。多分平日はほとんど人がいないんだと思うよ、ここ。そうか、それはですね、みんな初詣だっけ。そうだね、今日はこんなに初詣のお客様がいらっしゃいます。さあ、沖縄の方もやっぱり鳥居の前ではですね、一礼を。ちゃんと神主さんがいるよ、ほら、ね、すごい。あ、今なんか祝詞をあげてもらって、ね、祈願をしている方がいるのが中でね、信仰深いですね、沖縄の方はね、本当に信仰深い。まあ、旧正月泊まりに来られる方が非常に多いですね、2月1日。はい、ということで、沖縄の神社はですね、狛犬ならぬシーサーがありますね。そして島神社、丘の上にポコッと神社が立ってるように見えるわけだね、はい、うん、そういう、ここからは逆に見えないですね、はい、小さいね、とっても小さい、神社ですけども、那覇の、中心地那覇市、県庁からですね、歩いてはちょっと遠いかな、15分ぐらいかかるのかな、はい、ほど近いところなんですけども、あのちょっと皆さん結構集まってきている神社です。はい、波の上宮の社殿の裏側って言っていいのかなに来ました。うん、あのビーチって書いてあったんで来たんですが、これこう高速道路の下なんですけど、もしかすると夏になると本当にここ海水浴するのかもね、ビーチってぐらいだから。あの都心の、本当に都心なんですけど、沖縄はどこに来てもですね、海はとても綺麗なので、水がね本当に綺麗なので、なんとですね、フグが打ち上げてられてる。大変。うわ沖縄ならではフグが打ち上げられてるよ。いや、水が綺麗ですね。あー、なるほど、こういう感じで、はい、社殿見えました。海も相変わらず水が、はい、
綺麗です、透明です。はい、那覇市ですね、県庁の近くですね。ちょっと今ランチで、フラッと入ってみようかなというふうに思います。ここつけ麺って書いてあったんでね、中華かなと思ったら日中って日本そばなんですね。日本そば面白いで、味付けがいっぱい、鶏つけそばだとか豆乳カレーそばだとかですね、冷やしつけ、ごましゃぶ、豚つけとかですね、こういう、ちょっとつけ麺をやって、ちょっとおしゃれな音楽は、ちょっとジャズ系、キノコがある豚乳豚つけ、いやこれも面白い。今アリフですけど、こういう自動販売機で食券買う、そば粉売ってます。さあよいしょ、こんな感じで、ジャズが流れてて、ランチこの辺の周り実を言うと今あのマンボウなんで、結構お客さんが食べるとこ困ってる風、食べるお店がないね。でもここは満杯ですね、結構いいお店。一番人気は、温かい鶏つけ麺、ちょっとこのノーマル頼んでないんだよな豚つけ麺。さあこんな感じでいろんなつけ麺がありますね、ちょっと楽しみです。あ、すごいよ卵無料です、生卵だと思います、無料です。でこれ女性用でストローがついてて、口紅がつかないようにっていう配慮してて、とっても優しいね、天罰、すごい優しい。でお水、お茶とかこう自分でセルフだけど、こう前もって用意してて、いいよね。あ、ね、あれキノコ買う、豆乳バター、期間限定見落としてたね、見落としてた。はい、こちらがですね、ごまつけ麺で、冷たいおそばに、そして追加で、鶏の香味揚げ丼、ミニ丼がついてます。いや、めっちゃ美味しそう。もう一品やってきました。これなんだっけ、これがカレーチーズ、カレーチーズですよ。さあ、面白い。ちょっとマシをどうなんでしょう。さっき言ってたのこのね、ごまのこのタレが冷たいの。あ、カレーチーズは温かいんだけど、はい、これは冷たいやつなんだ。麺が結構太いね、色がすごい濃い、濃いね、めちゃくちゃ濃い。まあ絡めるのには太い方がいいよね。うん、確かに。どうですか。うん、あ、美味しい、美味しい。ごま好きな人は本当美味しい、ね、いいね、大好き。なんか結構あれだね、具だくさん、あのね、豚肉がねめっちゃくちゃ多いね、今日は食べる感じ。本当だ、なんか豚しゃぶみたいな感じだね、うん、豚がうまいさすが沖縄、うん、Thank you.